私少し早く来ましたのでね、本日は乳搾り隊ポンポコちゃんジャージー牛乳搾り、私3回目ですね。もう20年ぐらい前になりますけどね、群馬県のね、あのポノ要するチンポーカンのね、近くにあるイカホグリーン牧場と、あの北海道のね箱根牧場で、千歳のね、私箱根牧場でね乳搾りを行った時にね、あの牛のあそこの左足なんて言って、後ろ足に蹴飛ばされまして、腕ここ蹴飛ばされました。牛のチッチです。まあね、苦手なんでね、あの乗馬はダメなんですよ、苦手なんです。時間が取れましたのでね、よかったです。暑いですけど、暑いですがね、本当にあの名古屋、まあ、名古屋の近郊ですからね、暑いです。馬ですね、これ。ヒツジもアヒルもね、いますけど、どこにいるか。
ね、だからな、乳搾りね、どのように撮影しようかと思いましてね、小型のカメラはね、広角の方がね、広くです。これがまさにね、自然とね、いろんなことをね、牧場にもそれぞれね、ところがありまして、観光化されてないところもね、あります。場所間違えちゃった。もう20分だね。馬ですね。アヒルみたいなんですけどね、アヒル。とりあえず向かいますね。場所を探します。一旦ここで動画ね、切断します、中断しますね。